誰かご制約している一徹え、サイですよね。いいよ。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年8月27日土曜日の午後0時14分です。本日は夕方6時まで広場で今シーズン3回目の虫捕り大会が開催されています。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今日は虫捕り大会よね。まあ、ちょっと待って、とりあえずさ、先に埴輪を埴輪を掘り起こしておこう。ドスドス埴輪を掘り出した。めっちゃ騒がしそうやな、名前がね。さあどんな感じか。ドスドス埴輪、じゃーん、めっちゃ暴れてる超暴れよる。ドスドスハニは若干マスターっぽい感じやけど、いいね、賑やかだね。なんかそのうち別の場所に移したいけどなんかね、どこかしらね。あ、虫捕りやってる。今日はすごいボーイッシュな格好をしてるね。あなた今日はことさら暑いのに虫捕り大会に参加してるの？元気よね。なんて私もだけど、暑いけど一緒に頑張りましょうね。アイナさん素敵ね。狙ってる。そしてそれを蹴散らす。私蹴散らせなかった。蝶々とかじゃないけん蹴散らせなかった。あ、悔しい。あれ、君とお話しするのは久しぶりだっけ。じゃあ昨日僕がいっぱいおしばりしてたのは夢の中の君だったのか。です。夢の中に私が現れたのか。やったね。こう、誰かご制約している。私が誰もスカウトしていない間に。誰？一徹。え、サイですよね。一徹様ご新居建設予定地たぬき開発。え、サイよね。いいよもっと可愛い子。違うんだよ、そういういかつい系じゃなくってね、私が来てほしいのは。くそ、やっぱりほら、私がスカウトするべきやったって。いや、虫捕り大会開催中だぞ。夏ならではのエネルギーに満ちた虫との触れ合い、楽しみすぎる。虫捕り大会のルールは簡単だ。制限時間3分以内にとにかくたくさん虫を捕まえるだけ。捕まえた虫の数に応じてポイントがもらえるぞ。たまったポイントは俺が選んだとっておきの虫グッズと交換できるから、ぜひ頑張ってくれ。ちなみに捕まえた虫はそこのテントの下の虫かごに入るようになってるからな。要は網一本さえあれば持ち物の空きと気にすることなくいつでも参加できるってわけさ。ってことで虫捕り大会に参加するかい。今日初めての人は参加費無料だぞ。よし、します。お、そうかい、歓迎するぞ。それじゃ今から3分計るからな。どんな虫でもいいからとにかくたくさん捕まえるんだ。3匹以上でボーナスポイントもつくから、まあ頑張ってくれ。じゃあ行くぞ。待って、あ、びっくりした、網持ってないかと思った。私さっきまでこの辺で飛び降ったバッタはもうおらんくなった。え、なんかあの辺にいっぱいおる。とりあえず種類とか大きさとか関係なく引き数を。イエーイ、少量バッター。その店寄る時間いらんけんマジで。え、待って、え、どこ行った。よし、はい、2匹目、イナゴ。あとは、いねえな。なんかさ、セミの鳴き声とかも全然聞こえんくない？おらんのかな？君か。全然違う方向に。はい、3匹。よし、これで。3匹は達成したよ。さあ、あとは。おったセミ。よいしょ、オッケー。で、ちょい、あっちにも。あ、つくつく胞子やった。いいよ。
はあ、おお、めっちゃなんか好調じゃない。はい、5匹。そしておっと、そこに、あっちのトンボも気になる。あ、逃げた逃げたよ。おい、ねえ、トンボどこ行った？え、いないんですけど。え、いないんですけど。ふ、あ、あそこにおる。けど、あれは無理そうかな。どこ行った？いねえ。あ、あと1分や。ちょい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 。え、今、あ、みんなに狙われるアゲハチを、私が、はくよいしょ。防災さん優しい。私横取りしたみたいな感じになったのにさ、めっちゃ拍手してくれるやん。超いい子だ。そして君もよし。あ、そこにバッタおる。ちょ早く早く早く。最初の1回だけでいいけん、そんな説明違う。くっ、あとちょっと、8。10匹は行きたかった。無理か。あー、無理っぽいな。いいね。くそー、8かー。あ、そこにバッタ。いや、どうだった？虫たちの息吹は感じられたかな？チャレンジ中、君が捕まえた虫は、そこのテントの下の虫かごに入ってるから確認しておいてくれ。あ、いらなかったらもちろん全部俺が買い取らせてもらうから、その時はぜひ声をかけてくれ。いらないよ。でもまずは結果を発表しとかなきゃな。うんうん。虫かごに入った虫の数は全部で8匹。ん？3匹以上だからボーナス発生だ。すごいじゃないか。全部で10ポイント獲得だ。獲得したポイントは手持ちのポイントとして自動的に溜まっていくぞ。ポイントが溜まれば俺が選んだ虫グッズと交換できるんだが、まあ詳しいことは後で聞いてくれ。ってことで、はい、買い取ってくださいまし。全部買い取って、え、いいのか？ごくり。君の虫かごの虫の数は確か8匹。種類は、3000。おお、ジャスト？オッケー。うふ、ありがとう。虫かごは空にしておくから、また大会にチャレンジしてくれ。さっきまでそこにおったバッターはどこ行ったんですかね。え、消えた？あ、おった。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。はい、大会に参加。あ、オッケー、500ベル。全然プラスなんで。黒字なんで大丈夫です。とりあえずこれで速攻で、そこにおる。待って。あ、はい、1匹。めっちゃ遅いんやって。速攻で行って捕まえたのに10秒ぐらい使ったよ。どんだけ時間使うね。あ、プレゼントが気になる。プレゼントが気になる。しかし、お、セミがいるね。くっ、いけい、クマゼミ。さあ、あとは、あ、ここにも鶴欲しいな。あらゆるところに欲しいよね。なんかこのアップデートがあってからさ、あの狭いところもスッて通り抜けれるようになったっていうのがいいね。待って、ペース遅くない？ね、だいぶ遅いよね。最終より遅いと思う。おそらく。3匹。とりあえず、あの、1回目の記録超えたいよね。1回目8やろ？まあ4。さあ、どうだろうか。4。4、4、4。いないな。さあ、この辺の木とかは？
いねえな。まったく。え、みんなちゃんと捕まえよる？全然なんか散歩しよるだけじゃない？二人はずっと一緒にいるね。仲が良いのかしら。お、はい、5。え、でも遅いよね、1回目より確実に。だってもう1分切ったよ。あそこに蝶がおる。はい、6。おー、あそこにも。待ってくれ。まあ待ってって。ははー、こっちに来てくれ。あそこにバッタ。あそこにバッタ。諦め早いのも大事。はい、7。どうやろう、1匹でも多く捕まえたいんだが。チュッチュッチュッ。待ってって。あ、そんなとこ行きます。あー、無理。うわー、一匹少ない。種類的にはどう？いや、どうだった？虫たちの息吹は感じられたかな？ほら、終わった途端に虫が多いよ。多いよ。さっきが8匹で3000ベル、今回はとりあえず7匹ね。1匹少ないんよ。9ポイント、1ポイント少ない。まあそのまんまって感じよね。はい、金額金額。ポイントより金額。全部買い取って。7匹、種類は。おお、4350ベル、やったね。はい、全部売ります。1350ベル高くなった。あ、じゃあポイント交換してほしい。他の子と大会に参加してくれた人の虫は高額での買い取りもさせてもらってるんだが、ポイント交換お願いします。君の今のポイント数は156ポイントか。うん、10ポイント使って商品と交換だな。お、服だ、服。インセクトアロハだ。まだ146ポイント残ってるけど商品と交換する？はい。お、バッグ？蝶々のバッグ。あ、持ってるやつかな。とりあえず交換して。ん？またバッグ。蝶々のバッグ。かぶったよ。今の3つでもうすでにかぶってるよ。お、アイテム？ありがたい虫かご。じゃあもう10ポイント。どうや？クモの巣。なるほどね。まあ、じゃあとりあえず、アロハとバッグを。違う、これ。あ、これあの、この間の、この間といっても結構前か。あの、海賊ジョニーからもらったやつね。インセクトアロハ。持ってるやつっすね、普通に。蝶々のバッグ。これも持っとるやつやね。で、ありがたい虫かごというのが、こういうやつ。これは中にアリがおるってことかな。え、アリ？わからん。アリではないんかな、別に。アリやったらアリ塚の方がいいよね。あと、クモの巣。あれ、ポイってなった。クモの巣はあれかな？あの、家具というか、家とかに貼り付ける感じのやつかな。まあ、なんかそんな感じ。そんな感じ。まあ、今回も別に真新しいものみたいなのはゲットできんかったかな。はい。ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれかな、今回ゲットしたやつはとりあえず全部かぶっとったけ、今までのと。ん、そろそろコンプしたんかな、どうなんやろ。
わからん。